どうもネクラです。今日の日付は1月17日。そして先ほど荷物が届きました。でっかいデルフォニックスの箱。お分かりですよね。冊子の言い方はお分かりですよね。やばい、もう11時になっちゃうから急いでお家を出ないと。では一緒に行きましょう。帰宅しました。無印とスミス行ってきました。頑張ったぞ。すごく頑張りました。一応無印で買ったものもちらっと紹介しようかな。私、無印の綿あめが食べたかったんですけど、なくて、ないからこそいっぱい買っちゃった。せっかく頑張って行ったから、梅せんべいと、りんごの乾燥してるやつあとね、ドライフルーツミックスと梅ミンツと私の大好きなナタデココとブドウのジュースを買ってきました。今紹介してたの全部ピント合ってなかったね。びっくりだまあいいでしょう。まあこれは置いといて、まあ編集中にでもつまみます。じゃあデルフォニックスから開けていこうかな。あ、スミスの購入品なんですけど、あんま関係ないのはこの手帳に使えると思って貼り直しができるテープのり買いました。これしっかり貼るタイプとかも売ってました。で、最近ダメにしてしまったので修正テープ2つ家用と持ち歩きのなんだっけ、ペンケース用、そうそうペンケース用に2つ買って、これ出た時はあんまりそうでもないかなって思ったんですけど、あの写真とかにペタって貼って挟めるやつ、これチェキとか私撮る時になんか手帳を結構占領するんですね、チェキって貼ると。だからこれ欲しいなって結局思って買ってきました。あとは例のものですねじゃあこれも寄せてデルフォニックスの箱から開けていこうかな。かなり大きいですね。開けていきます。一回開けたのを机の上に出そうかな。はい、並べました。今回購入したのがこちらの柄で、先ほどスミスで買ってきたのでコンプです。すごいかわいい。あ、違う、あとねロールバーンはこれで全部なんだけど、一筆線を見かけまして裏見て可愛いなと思って買いました。なんかね、これのクリアファイルもあったんだけど買えばよかったかなすごい可愛かったけど使い道もあんまり思い浮かばなかったし、どうかなと思ってまだ買ってないです。もしかしたら後から買うかも
でもまあ別の動画で明日上がるんですけど、素敵なクリアファイル付きのロルバーンを買ってしまったので、まあいいかなと思ってこの2つ買いました。開けようかな。これは自分用でもう手帳とかに使ったりとか、ロルバーンを交換していただいた時とかに使おうって思って買ったものなので、もう完全に自分用だから、あ、これで透かして文字のバランスを取りますね。で、ラインナップがこんな感じ。全部かわいいよね。今回買ったのは B と D。A もちょっと迷ったんだけど、買わなかった。これも買えばよかったかも。なんかね、後から後悔することが多いから、私は金に押し目を、なんて言うんだっけ、糸目をつけず、買うようにはしてるんですけど、今回はね、ちょっと。で、中身はこんな感じ。ここ、かわいい！もうこれが目当て。もうこのページと後半のこの辺とか、この辺が目当てで買ってきたけど、かわいいねー！これもう一、これ2セット買えばよかったかも。すぐ使っちゃうと思うので、5枚ずつ、だから25枚使える紙が入ってます。表紙自体を切って手帳に使いたいですね。すごい可愛いね。もう一個も開けます。すごい可愛い。嬉しい。よいしょ。これも同じ紙が入ってます。すごい可愛いね。あー、もう可愛い。もう可愛いよ。これとかおしゃれだもんね。ノートにここだけ切って貼ってあったら。ここも可愛い。まあ、いらないページとかもね、使っちゃえばいいんだけど。わー、おしゃれだね。これに、セボトレとか交換ありがとうございましたって書いてあったら、可愛いかも。結構ツヤツヤした紙です。かわいい。なんかね、すごいツヤツヤした紙なんですよ。なんて言えばいいのかな。なんか言い方があれだけど、チラシみたい。スーパーのチラシみたいな。でも裏は結構普通で和紙っぽい感じで、外側がツヤツヤしてる紙です。すごいかわいいし、いいね。いいね。こっちも、あ、こっちもか。どっちもツヤツヤした紙でした。これはすぐに自分用で使おうと思います。こっち、まずね、今回発売じゃないのが、こっちのロルバーンと、この2つのロルバーン。ステーショナリー柄と、なんか本のお化けみたいなやつ、名前なんていうの？札が全部剥がされてる。じゃあわかんないや。この有名な、本の柄とステーショナリー柄。私はステーショナリー柄がすごい欲しかったので2個買いました。これは多分ね、何に使うかな。今ね、ちょうど使っちゃってるものが多くて、そう、あの手帳書く時のツールブックとかに使いたかったけど、もう新宿のロルバーンを使っちゃってて、で、料理のレシピに使ってるのをこっちにしたかったんだけど、何にしたかな？あー、横浜の美術館の、なんだろうあれ、あの柄にしちゃった。後からこういうぴったりのが来ちゃったら困るよね。これは限定じゃない方で、まあ、こっちも限定ではないんですけど、新発売の方がこちら。これからいこうかな。今回のテーマはデパートみたいですよ。なんか古き良きデパートをイメージしたみたいです。わあ、すごい、なんかこういう包装紙ありそう。おしゃれだね。包装紙柄っぽくて可愛い。いろんなデパートに関するものが。可愛いね。でもこれはもう完全にデパートの感じですよね。カフェがすごい可愛いんだよね。すごい可愛い。と、で、こちらがデパートガールたち。
すごい、ここがピンクゴールドなの。あのね、こっちが金の箔押しで、こっちがピンクゴールド。ピンクゴールドおしゃれだね。ここの文字も全部箔押しになってます。すごい。リングもだ、リングもピンクゴールド、いいね。で、もう私の大大大お目当て、この3つ買えてよかったよとね。まずこれはまあ定番の文具女子博で売ってたやつね。で、限定柄がこれの水色のソーダの方なんですけど、そんなことあるね。水色のソーダもね、欲しかったけど、まあ来年、あの文具女子博って結構去年のが回ってきたりするので、来年に期待をしてます。すごい、白押しが緑、青緑っていうかエメラルドグリーンっていうか、動画で伝わるかな。すごい、なんかほらエメラルドグリーンっぽい白押し、今の結構緑っぽく映ったけど結構青いですよ。すごいおしゃれ。すごい。リングは銀で、そう、これの青も欲しかった。で、こっちがネットショップ限定です。オレンジの白押しだ、おしゃれ。これはネットショップ限定で、販売して3時間後ぐらいかな、売り切れちゃったんですけど、でも今はデルフォニックスが復活したので、復活っていうか再販が始まったので、まだ買えます。再販したってことはね、まだ余裕で買えるかなと思うので、ぜひお買い求めを。で、文具女子博のワークショップ、ロールバーンのカスタマイズするやつで、これの背景色違いかなが出てました。すごくおしゃれ。私その時にもうお子様ランチも文具女子博限定なんだ、買えないんだと思って、というかワークショップ限定だと思い込んで買えないと思ってたから、今回買えてすごく嬉しいです。かわいい、これも使いたい、すぐで。これはね、何を思ったかね、3冊買ってきちゃったんだけど、感極まって、もうね、自分でお店に行って買えたことへのね、ご褒美を一人で行ってきたから、今回は。いつもは誰か呼んでね、どうしても買い物に行きたいから一緒に行こうって呼んで無理やり連れていくんですけど、まあ今回はみんなお仕事もあるしと思って頑張って一人で行ったんですけど、それで3冊買ってきちゃった。これはデルフォニックスかスミスの直営店、あのロルバーン直営店限定のロルバーンです。これも金の箔押しが可愛いですね。いやー、すごい、全部可愛い。これも2個買えばよかったかもってぐらい可愛い。まあでも食べ物系はやっぱ強いよね。あの前回のワークショップ動画で上がったパンケーキとかソフトクリームとかも、これと一緒にそのうちコレクションしていきたいですね。いやー素敵。全部いいね。あ、でマスキングテープも買ったんです。おしゃれだね。貼ってみます。よいしょ。貼ってきました。こんな感じ。なんかね、ここのマステのタグみたいなのを貼るときに、あのさっき買ってきた貼って剥がせるテープのりを使ってみたんですけど、なんか好きな持ち方ができるみたいな特殊な形のだったんですけど、ちょっと使いづらかった。で、こんな感じ。かわいい。なんかね、肌触りも、ちょっとザラザラめっていうか、なんて言うんだろう、革みたいな和紙ってわかります？そんな感じ、しっかりした触り心地っていう感じですね。 MT とかに比べてもちょっとザラザラ感と分厚さがある気がする。分厚さは同じかな、ザラザラ感があるいい感じので、なこれって結構一個一個切り取ってシールみたいに使えるかなと思って、今回はこの柄を購入しました。かわいいね。そう、これの手帳が欲しいの。文具女子博限定だったから。そのうち手に入るといいな。ではでは、今回の動画はここまで。
まだね、全然、今週の土日、今日金曜日だから、この動画を見て、明日、明後日、明日かな、山場は。明日行って売り切れちゃったら売り切れちゃうんだろうなっていう感じ。まあ、今から行けばね、全然間に合うと思うので、ぜひぜひ購入してみてはいかがかなと思います。まあ、ネットショップは全然大丈夫だと思うし、ネットショップやるぐらいだから在庫もたっぷりあるとは思うので、ぜひぜひお買い逃しなく買ってくればいいんじゃないかと思います。今回の動画はここまで。明日も話題のあのロールバーの動画が上がるので、ぜひ見てください。バイバイ。